松平家十二代当主。廃人としても知られ、廃合として一作来、亀文を称している。官方二年五月二十六日、天ヶ崎藩二代藩主、松平忠氏名の三男として生まれる。長兄は創生しており、時刑は書室であった。法歴元年四月十九日、忠告が着手と定められた。法歴七年四月一日に十六歳で、 将軍、徳川家重に、おまみし、同年12月18日に、地獄下大善助に任官した。明和3年12月に、父が死去し、明和4年2月20日に相続が認められた。翌21日、桜井松平家当主が称する、東刀見守るにせる。同年6月22日、両国入りのための暇を賜う。明和六年二月十三日、 摂津国向郡軍、内郡、軍、八部軍にまたがる、地行地が、幕府に召し上げられ、阿公軍、高軍、思想軍内に、返地が与えられた。召し上げられた、沿岸地域には、後に、名良伊と呼ばれる地域が含まれている。当時、酒造業が、盛んになりつつあり、活況を呈していた当地の状況を、長崎と江戸と往来していた長崎奉行、石ヶ谷清正が見て、 老中に進言したのが修行のきっかけという、文化2年12月10日、江戸において死去した。去年64、後を、次男、ただ富が継いだ。1858年の江戸深川江ず、松平島と海守る下屋敷の庭に、芭蕉庵の戸籍があると記す。忠告は、徘徊の道に進み、断輪派七世国疎外に指示して、 拝名を亀文、または一桜井と合した。なお、同時代に亀文と合して活動した廃人の極直暗亀文は別人である。区集に一桜井北区集がある。この区集は、同様に廃人としても活動したこの忠富によって、文政五年に完成したものである。完成十一年には、大阪天満宮に断林派の祖。 西山総院の区域を建設している。江戸、深川の天ヶ崎藩下屋敷は、元六十一年に当時飯山藩主であった、松平正隆の屋敷となって、以来、桜井松平家が所有していたが、その敷地はかつて、松尾芭蕉が重した芭蕉案の跡地であった。18世紀後半頃から、古池や川津飛び込む。 水の音が場所の代表区とみなされるようになると、古池を訪ねて、下屋敷を訪れる客もあったようである。忠告は、古池を整備するとともに、下屋敷に、場所案と古池を記念する石踏みを建てたとされる。場所が、区に読んだ、古池については、現在に至るまで諸説あるが、忠告による現象によって、場所より後にある。 天ヶ崎藩士も屋敷の古池という説が人口に解釈することとなった。忠告は関西重修諸家府編算時の当主である。忠告には性質、正室、側室合わせて二十二人の子があった。関西重修諸家府では、上記の他に、長男犬千代、長女、三女、四女、六尾外見末の母を、正室松平氏とし、六女の母を、田中氏とする。 ありがとうございます。